ビジュアルプログラミング言語の一つスクラッチにおけるハローワールドのソースコードビジュアルプログラミング言語とは、プログラムをテキストで記述するのではなく、視覚的なオブジェクトでプログラミングするプログラミング言語である。グラフィカルプログラミング言語とも言う。なお、これは総称であり、プログラムをどのように視覚的に表現するかには色々な種類がある。 区形と矢印の考え方に基づいており、区形や円を画面上のオブジェクトとし、それらを矢印や線や個でつなぐものや、空間上でテキストやグラフィックシンボルを配置するものや、ブロック上のものなどがある。それぞれを指す呼び方としては、アイコンベースの言語、フォームベースの言語、ダイアグラムベースの言語などといった用語がある。以上のような要素を操作するために、 ほとんどの言語では GUI が提供されている。表現法がいろいろあることと同様に、ビジュアルプログラミング言語という分類は、そのプログラミングパラダイムは問わない。すなわち、その視覚化されているものが、手続き型プログラミングであることもあれば、関数型プログラミングであることもあれば、データフロープログラミングであることもある。ピュアデータのようなデータフロー技術に優れた言語など、 テキストで記述するよりも適した分野もあり、データフローパラダイムとの関連の節も参照のこと。なおビジュランなど、ごく一部であるが、図形の形状をベースとしたパターンマッチなど、ビジュアル言語ならではの手法によるプログラミングを行う言語もある。マイクロソフトビジュアル、スタジオと、その環境のいくつかの言語にビジュアルという呼称がついているが、これは、 GUI などの開発を迅速にする、同商品のラジアンなどを指しており、基本的にはビジュアルプログラミング言語の意味ではない。ビジュアルプログラミングとデータフロープログラミングの融合の試みがある。これらは、プログラム状態への素早いアクセスが可能で、デバッグ、自動プログラム合成、ドキュメンテーションが容易という特徴がある、データフロー言語には、 自動並列化が容易という特徴がある。将来的にこれが重要となる可能性を秘めている。などと主張されている。この記事は2008年11月1日まで GFDL バージョン1.3以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオンラインディクショナリーオブコンピューティングにある項目の資料が元になっている。ありがとうございます。